将棋祭りとは毎年夏もしくは冬に行われる将棋イベントである。将棋界にとっては重要な普及活動の一つであり、騎士と一般のファンが直接触れ合える大きなイベントでもある。将棋祭りとも表記される。将棋祭りは毎年1月もしくは8月、主に大規模小売店舗のイベントスペースを利用して開催されている。入場は 基本的に無料で、イベントでは、将棋騎士によるトークショー、指導対局、騎士によるサイン会のほか、プロ騎士による公開対局やアマチュア騎士による将棋大会などが行われる。また時には、アマチュア競合選手とプロ騎士との対局も行われ、将棋祭り小中学生将棋大会で活躍した人物がそのまま、奨励会入りして、プロになる事例も見受けられる。 イベントには一0級の騎士や人気騎士、女流騎士が数多く登場するため当日は数多くの将棋ファンが会場に押し寄せる。その他開催時期が学生が冬休みや夏休みの期間中に当たるため子供の姿も多数見られる。将棋祭りでは様々なイベントが行われる。なお、下記のイベントの中には参加料を要するものもある。本節では 日本将棋連盟の本部、支部が主催、共催、共産の形で関わっている、将棋祭りについて記載する、鉄道事業者系の百貨店で開催する事例が多い。なお、地方の店舗、将棋道場などでも、夏に行われる、将棋関連のイベントを、将棋祭りなどという名前で開催する場合もあるが、これらは、本校の将棋祭りとは区別し、記載はしない。 ありがとうございます。